器というのはね、漢字で書くとね、楽しい器なんですね。楽しい器って書くんです、漢字で書くとね。で、それやっぱりその楽しい器っていうのは、音楽っていうのは日本語で書くと音を楽しむって書くんですね。やっぱり我々はその音って楽しむ、その楽しむ器、それを作ってるわけですよ。だから我々はとにかくそのそういう幸せというか、楽しい、やっぱり人々が幸せになる、一番喜べるものを作ってるっていうことはありますよね。でまたピアノというのはですね、これはあの工場で物を作っていますけども、工場というよりはですね、一人一人の作る人間の魂、心が入るものだと思うんですね。だからそのピアノを作る人間というのは、やはりその心がないとですね、いいピアノは絶対作れないと思ってます。その一台一台のピアノには作る人たち その気持ちが入っていく、心が入っていくし、でそのピアノ自体も出来上がった時には、今度はその弾く人によってね、そのピアノというのはまた成長していく、変わっていくものだというふうに思います。だからピアノって生き物なんですね。でそういうその簡単には評価できない、一台一台違う個性のあるものを私たちは作っています。だから私たちのものづくりの基本というのはやっぱり人なんですね。一番会社の中で、工場の中でものづくりで一番大切なのは、一番に大切なのは安全です。この従業員たち、それからみんなのね、のまず安全に会社に来て仕事をやって安全に家に帰る、これが一番大事なことなんですよ。その安全というのは怪我もあるし、で途中の事故もあるだろうし、工場の中での火災もある、そういうことが一番大事です。で安全対策といって、いろんな 5S とかいろいろやる、どこでもある、ね、その機械化していく中で安全装置をつける、カバーをつける、ね、いろんなことってありますよ。リスクヘッジするものっていうのはね、いろいろある、ね、それはそういうことじゃなくて、大事なことっていうのは大事、そうじゃないんですよ。挨拶とラジオ体操なんです、簡単に言えば。そういう気持ちでまず会社に来た時に元気に仕事に入っていけるかどうかなんです。もう元気じゃなかったら、心が元気じゃなかったら、体が元気じゃなかったら危ないんですよ。怪我もするんですよ。自分が事故したりとか、そうじゃないですか。失敗した仕事って絶対そうでしょ。フォーカスしてないでしょ。何かおかしい時じゃないですか。だからいいものを作る、安全にする、それから生産も日程通りにきっちり上げていく、やっていくっていうための準備というものっていうのは、全てそういうところからあるんですね。だからね、そのラジオ体操の時に、まず朝みんなが集まって、朝仕事する前に全員が外に集まって、そういう体操をすることによって、まず、まあ、そこで今日はみんな元気に来てるのかな、今日は誰か辛そうにしてるのを言うのかな、そこでまたそういう中で私も全体的に見れるし、またリーダーも自分の部下が全員来てるのかな、今日みんな元気そうに来てるのかな、そこで明るい挨拶をしてくれるとね、ね、それはパギーってやってくれるとね、ああ元気で来てるなと思うじゃないですか。そこで見た時に、なんか暗い顔しててね、下を向いて歩くようになったら、何か問題があったのかなって思うのがリーダーじゃないですか。でそういう中で仕事が入ってくる。そうするとそのリーダーが自分の部署の仕事をする時に、その仕事をうまく回すためにね、そこにまたいろいろな、一人の人が失敗をしても、間違えたことをするとやっぱりみんな大変になってくるわけですよね。後の工程も大変になる、ね、そうじゃないですか。でそうじゃない、だからその一人の人が何かすごく悩みがあって、今日帰って体の調子が悪くてって言ったことを、そういうことが分からなきゃいけないんですね、リーダーっていう。そこの一応リーダーですから。それが朝のラジオ体操であり、挨拶なんですね。